スタンダード・バンガードは1947年から1963年までコベントリーのスタンダード・モーター・カンパニーで製造されていた乗用車である。1947年7月に発表されたこの車はそれ以前のモデルとの類似点は何もない全く新規のモデルであり、スタンダードにとって第二次世界大戦後初の新型車であった。また、 グリフィンの翼を図案化した新しいスタンダードのバッジを初めて付けた車でもあった。第二次世界大戦が始まると英国と英語圏の輸出市場にいた潜在顧客となる人々の多くは数年間の軍務や戦時開示の駅務に従事した。したがって英海軍に関係した車の名称はことに第二次大戦経験者たちにとっては大きな意味合いを持っていた。 対戦終了後ほどない時期のスタンダードによるヴァンガードの社名採用は1944年に数多くのメディアが注目する中で収益した英海軍最後の戦艦である HMS ヴァンガードを容易に思い起こさせるものであった。この名称の使用許可を取り付けるためスタンダードは英海軍の上級幹部に対し広範囲な交渉を行った。この車のスタイリングは 傾斜したビートルバックを持つ1940年前後のアメリカ社プリムスを思い起こさせるものであった。ソビエト連邦のメディアは最初のバンガードのスタイリングが部分的に1943年から開発され1946年に生産に入ったソ連のギャス M20 ポピエダの影響を受けていると主張した。1952年にザ・モーター氏は実際は ポベーダが、ヴァンガードの前年に発表されていたことを無視して、ソ連のポベーダが、外観のある部分は、スタンダードヴァンガードを思い起こさせる特徴を、示している。と記した。ポベーダと、ヴァンガード1は、クラスやスタイリングでは相似性が強いが、セミモノコック構造採用にまで踏み込んでいた点では、ポベーダの方が一歩先んじていた。同型のウェットライナー型直列4気筒エンジンは、1機の、 ソレックス製キャブレターを備えるボアハイ 85mm ストローク 92mm を持つオフエンジンで1960年に直列6気筒エンジンが登場するまで全モデルにわたり使用された初期エンジンの6.71の圧縮比はフェーズ3では7.01スポーツマンでは8.01に上げられたウェット型シリンダーライナーを使用したこのエンジンは スタンダードが、冒険のファーガソントラクター向けに大量に生産したエンジンとよく似ていた。トランスミッションは当初、前進ギアにはすべてシンクロメッシュ機構がついた3速であった。スカンジナビアではスタンダードは、スタンダードテンサルーンをバンガードジュニアとして販売した。この車は、従来型のシャーシにプリムス等を思い起こさせる、米国車に影響を受けた。 反流線型の4ドアボリを乗せていた。サスペンションは前輪がコイルバネを使用した独立剣化、後輪がリーフスプリングで釣ったリジットアクスルで前後輪ともにスタビライザーを備えていた。ブレーキは前輪油圧式の吸引ドラムブレーキであった。車内空間を稼ぎ出すためにコラムシフトを採用したが、これも先行したアメリカ車に習った流儀である。 戦後の英国における外貨獲得のための輸出可視化とまで言われた輸出優先政策にのっとり実質最初の2年間の全生産が輸出に回された。イギリス本国市場での販売開始はようやく1950年になってから始まった。バンガードは意図して輸出を重視しており特にオーストラリア市場に焦点を当てていた。戦後すぐの頃は 車の供給が不足しており、売り手市場の状況を生み出していたため、バンガードの入手難は消費者の購入意欲を助長した。1950年にエステートが追加され、ベルギー向けのみであったが、コーチビルダーのインペリアで、コンバーチブルも作られた。既存トランスミッションに追加する、レイコックド・ノーマン・ビル製オーバードライブは1951年から選べるようになった。バンガードを輸入していた、 スイスの代理店は、エイマグという勢力的な会社で、スイス市場向けにバンガードフェーズ1の建築見立てを行った。同社は後に、スイスでのフォルクスワーゲンの独占販売権を獲得している。1952年には、部分的マイナーチェンジを受けた。ボンネットが低められ、後部窓が拡大され、オリジナルよりも細かな縦3に、幅広のクロームセーバーを配した。 新しいグリルを備えた。1949年に英国のザ・モーター氏がバンガードをテストし、最高速度78.7マイルパーアワーと0から60マイルパーアワー加速に21.5秒、22.9ミリリットル、映画論の燃料消費率を記録した。テスト車は税込みで671ポンドであった。1953年3月の ジュネーブモーターショーでは、スリーボックス型ノッチバックのデザインを取り入れた、広範囲なスタイリングの変更が行われた、バンガードフェーズ2が披露された。内容的には、ビッグマイナーチェンジというべきもので、ノッチバックが乗用車スタイルの主たる数星となった、時流を反映していた。トランクの容量は、フェーズ1と比べ50%拡大され、さらに大きくされた、 後部窓により視認性も改善されていた。機械機構の変更はほとんどなかったが、クラッチ操作がケーブル式から油圧式になり、エンジン圧縮比が7.2、1へと高められていた。全モデルで装着されていたスタビライザーはすでに使用されておらず、設置性能の向上のため 6.00X16 の幅広タイヤが装着されていた。 オプションのオーバードライブなしのこの車をザ・モーター氏がテストし最高速度80マイルパーアーと0から60マイルパーアワー加速に1 9 9秒23.5ミリリットル映画論の燃料消費率を記録した1954年2月にスタンダードはメーカーオプションとしてディーゼルエンジンを提供した英国で最初の自動車製造会社となった シャーシは重くなったエンジンに対処して強化されており、最高速度は65マイルパーアワーに低下していた。ガソリンエンジンと同様にこのディーゼルエンジンは、ファーガソンのトラクター向けに開発された、スタンダード時制の 20C エンジンであった。トラクターに搭載されたエンジンはその用途上、回転数 2200rpm、出力 25hp に、ガバナーで、 低速制限されていたが、バンガードに搭載された自動車用は制限が解除され、60HP3800RPM の出力を発生して、ガソリンエンジンモデルには及ばないが、一応の動力性能を確保していた。しかしながら、このエンジンは、霊感始導時に手動で操作しなければならないトラクターの機、ガス、 デコンプやオーバーフュエリング方式といったものを引き継いでおり、経済性はともかく実用上の取り扱いは面倒なものであった。1973台のディーゼル版のバンガードが生産された。1954年にザ・モーター氏はディーゼルエンジン版をテストし、最高速度66.2マイルパーアワーと0から60マイルパーアワー加速に31.6秒。 3 7 5トル、映画論の燃料消費率を記録した。テスト車は税込みで1099ポンドであった。フェーズ3はバンガードシリーズの後期型にあたり、独立式シャーシの廃止といった大規模な変更を施されて、フルモデルチェンジを達成している。なお1956年までは、旧モデルのフェーズ2のエステート版が並行して販売されていた。 エンジンは、旧型の強化版で、一気のソレックス製、ダウンドラフト式キャブレターを備えた 2088CC68HP を発揮した。コイルバネを使用した独立喧嘩の前輪のサスペンションは丈夫なサブフレームに、ボルトで締結され、サブフレームは、ボール循環式のステアリング機構も抱えていた。後輪のアクスルは引き続きハンダ円の板バネで釣った、固定軸である。 前後輪にはロッキード制吸ンドラムブレーキを備えていた。4速マニュアルトランスミッションはコラムチェンジ式でダッシュボード上のスイッチで作動するオーバードライブがオプションで選択できた。低くなったボディはガラス面積が拡大されかなり現代的な姿となり古い平面ガラスに枚仕立ての前面ガラスは1枚の曲面ガラスに変更された。 ホイールベースは8イン延長され、室内の居住性が向上しており、ヒーターが標準装備となった。前後席ともにベンチシートを備え、後席には中央に折りたたみ式の肘掛けがつき、表皮はビニール製で、オプションで革張りも選択できた。この車は以前のモデルよりも軽量であり、実質的に性能を落とすことなくより良い経済性を、 発揮できるように変速ギア比が変更されていた。1956年にザ・モーター氏がオーバードライブ付けモデルをテストし、最高速度83.7マイルパーアワーと例から60マイルパーアワー加速に21.7秒 25.、25.9ミリリットル、映画論の燃料消費率を記録した。テスト車は税込みで998ポンドであったトライアンフレナウンというバッジを付ける。 予定の車が発表されるまでの短い間に、トライアンフ TR3 に搭載された 90HP にチューンされたエンジンを積んだ、高性能モデルのヴァンガードスポーツマンが1956年8月に発表された。このエンジンは圧縮比が8.0、1に高められ、連想 SU 製キャブレターと改良型ピストンを備えていた。加速性能を向上させるために、 最終減速比が4.55、1に低められ、体型の重位ドラムブレーキを装備していた。標準仕様では、ベンチシートであったが、オプションで、分割型シートも選択できた。1958年までにわずか901台のスポーツマンしか生産されなかった。ザ・モーター氏が1956年にオーバードライブ付けのスポーツマンをテストしたところ、 最高速度90.7マイルパーアワーと0から60マイルパーアワー加速に19.2秒25.6ミリリットル A ガロンの燃料消費率を記録した。テスト車は税込みで1231ポンドであった。バンガードフェーズ3とボディを共有するが様々な面でコスト削減が図られていた1956年導入のスタンダードエンサイン。 この車は A 空軍のスタッフカーとして当時一般的な車種であった。バンガードの派生型として 1670cc エンジンを搭載したベースモデルのエンサインは1957年に発表された。バンガードがジョバンニ・ミケロッティの手によるスタイルチェンジを受けて以降もエンサインは基本的にはバンガードのボディシェルを使用し続けた。多くが A 空軍により購入され、合計18,852台が生産された。1962年には、デラックスモデルが導入され、1963年には、排気量の大きい 2,138cc エンジンが搭載された。1,670cc エンジンを搭載したモデルを1956年に、ザ・モーター氏がテストし、 最高速度77.6マイルパーアワーと例から60マイルパーアワー加速に24.4秒28.5ミリリットル映画論の燃料消費率を記録した。テスト車は300ポンドの税込みで899ポンドであった。1960年1月にピーターバラにあるエンジン専業メーカーのパーキンスが製造するコンパクトな 1400cc 直列4。 人ディーゼルエンジンの P4C を搭載したスタンダードエンサインが発表された。出力 43HP のこのエンジンは約50メートル PG という燃料消費率を誇り、この大きさの車としては比較的控えめな最高速度と加速性能を有していた。1958年にフェーズ3はミケロッティとコーチビルダーのビニャーレにより当時トレンドであった。 イタリアンスタイルへのフェースリフト、部分的リデザインが施された。前面と後面の窓は深くされ、側面の窓にはステンレス構成の枠が取り付けられ、全部のグリルとテールライトも新しくされた。標準の3足コラムシフトに対し、コラムシフトの4足 MT とそのフロアシフトはオプションとなり、どちらのオプションでもオーバードライブが追加できた。前後席のベンチシートは、 標準でビニール張り、オプションでは本国市場は革張りで輸出市場で布張りであった。ヒーターと当時としては珍しかった電動式、ウィンドウ,ウォッシャーは工場装着品であったが、ラジオはオプションのままであった。ザ・モーター氏が1959年にオーバードライブ付けのビニャーレをテストしたところ、最高速度82.8マイルパーアワーと例から、 6 0アワー加速に20.8秒、2 8 0ミリリットル、映画論の燃料消費率を記録した。テスト車は383ポンドの税込みで1147ポンドであった。1960年末に 1998cc オフ直列六気筒エンジンを搭載した最後のバンガードが導入された。後にトライアンフ2000にも引き続き搭載された。 このエンジンは圧縮比8.0、1で連装ソレックス製キャブレターを備え、80HP、4500RPM の出力を発生した。ビニャーレとの外観上の際はバッジのみであったが、内装は改良されていた。1960年のザ・モーター市のバンガード6のテストでは、最高速度87.2マイルパーアワーと0から、 60マイルパーアワー加速に17.0秒24.9ミリリットル映画論の燃料消費率を記録した。テスト車は301ポンドの税込みで1021ポンドであった。エンサインとバンガードの両モデルは共に1963年にトライアンフ2000により代替され、スタンダードの名称は60年間にわたる活動の後に英国市場から消えることとなった。 フェーズ1、バンガードユーティリティ1950年に、スタンダードモーターカンパニーのオーストラリア現地法人は、バンガードフェーズ1のクーペンユーティリティ版を導入した。この車は、サルーン版と同じ 2088cc の4、気筒エンジンを搭載していた。フェーズ2、フェーズ3、バンガード6のユーティリティ版も、オーストラリアで生産され、生産は1964年に終了した。 ありがとうございます。